デトックスウォーター。はい、おはようございます。Cの公式 YouTube チャンネルの篠崎です。今日もよろしくお願いします。今日はですね、ちょっと驚愕の事件がというかですね、あったので皆様にご報告しようかなと思ってですね、このような動画を撮らせていただいております。それはですね、どういうことかと言いますと、喫煙に関してです。喫煙ですね。Cのは営業中は喫煙はできないことになっています。例えばなんですけど、外にね、ご飯を食べに行けたりとかする環境の美容室で、例えばこう喫煙が禁止でも外のそのタバコ吸えるとことかでですね、外っていうかそのお店でタバコを吸えるようなお店が、まあ今時ないけど、そういうところで吸ってるんなら僕はまあ100歩譲って OK ですけど、まあお店の中、外っていうのはあのお店の外ですね、とかで吸うのは認めていません。なんなら駅を降りた瞬間から吸っていただきたくないシードに来るまでにですね。でなぜかっていうとですね、それはですね、中に吸ってない人間もいるんですけども、その外にですね、あそこの美容室の人が吸ってれば中の人吸ってるっていう目で見られるじゃないですか。だから認めてないです。しかも臭いし、じゃあ篠崎はお前タバコ吸わないのかって言われたらですね、僕は吸いません、吸わないんですが、27、8まで喫煙者で結構吸っていたので、吸ってる人の気持ちもすごくわかる。だからこの動画を撮ってるんですよ。全く吸ったことない人って喫煙者の気持ちってわかんないでしょ。だけど僕は結構吸ってたんで、喫煙者の気持ちもわかるし、今非喫煙者なんでその人たちの気持ちもわかるんですよ。でね、結果的に喫煙してて喫煙しなくなってどういうふうに今思ってるかっていうと、喫煙に関してはね、美容師の仕事としては、まあ、僕は必要ないと思ってるんですね。臭いしね、認めないですよ。そんな当然だと思います。でですね、実はですね、うちは外にね、時間内であれば、例えば外で食べてきてもいいよっていうような感じのことに一応なってるんですけど、3、40分で帰ってきてくれればいいかなっていう感じなんですね。でそこでですね、誰かが吸っていたと喫煙をしていたと、お店のそのロッカーにですね、そのタバコがありましたよっていうような、ことなんですよ。あ、こいつ吸ってんだなっていう感じだったんですよね。で実際に臭かったんですよそれでね、僕の方からなんですけど、吸っていらっしゃるんですかと。で臭いですよと、しかも見えるところにそういったものを置いといちゃダメですよっていうことをまずお伝えをしました。なんですが、治らないので、うちの奥さんがいるんですけども、一応そういうことがあった時はうちの奥さんが出ていくことになってるんですがその子にですね、喫煙は一応認められてないので、100歩譲ってね、昼飯時にその外に出て、で吸えるようなところで、外じゃなくてですよ、外じゃなくて吸えるようなところ、お店に行ってご飯を食べて、でそこで喫煙をされて帰ってくるなら100歩譲って OK だけれども、そうじゃない場合には一応認められないことになってるのは知ってますって知ってるはずだよね言ってるから。そしたらね、驚愕の答えが返ってきたらしいんですよ。でその答えっていうのが、私はタバコを吸っていませんっていうことらしいんですよね。で何って思ったんですけど、実はですね、その方が
まあね、たしなんでるって言いますけど、たしなんでいらっしゃるものはですね、タバコではない。電子タバコですと。要するに、ニコチンが、まあ、出ていないんですか、少ないんですか、よくわかんないですけど、まあそうなので、まあ、僕は吸ってないですよ、タバコは。電子タバコっすよ、アイコスっすよ、みたいな感じのことをですね、言われたらしいんですね。で、僕はね、その方だけの問題ではないなって思ったんですよね。実際問題、アイコスとかだったら、タバコじゃないと思ってる方が結構な数いらっしゃるんじゃないかなと思うんですよ。どうですか？残念ながらなんですけど、僕の感覚的にはですね、美容師さんで喫煙される方非常に多い気がします。他の業種に比べて。普通の会社員こんな吸わねえだろって思うんだけど、美容師非常に喫煙者多い気がしますね。その中でですね、非喫煙者の人からしたら、まあそれがこう電子タバコだろうがアイコスだろうが普通の紙タバコだろうが同じなんですよ。はっきり言いますよ、今喫煙されてる方、今喫煙されてる方にはっきり言います。例えばだけど、まあ僕も吸ってたから分かるんだけど、セブンスターとかショートホープだろうが、もうめちゃくちゃ強いタバコだろうが、1ミリのメンソールだろうが、アイコスだろうが電子タバコだろうが、全てひっくるめてタバコと言います。世の中でいっぱいニコチンがあるとか、強いタバコだとか弱いタバコとか、この煙にはニコチンが入ってないからどうとか、そんなことどうでもいい、どうでもいい情報で、全てひっくるめて喫煙者です。だからもしこの動画を見てる方で最近、まあ、電子タバコとかに変えてタバコを吸っていない、今もう僕タバコ吸ってないですよっていう方が、同じような考えの方がいらっしゃるんであれば、あなたは喫煙者です。何を吸ってても喫煙者です。そして電子タバコでもアイコスでも、電子タバコとアイコスって同じ？よくわかんないけど、電子タバコでもアイコスでも臭いです。ニコチンが入っていなければなんか臭くないっていう感覚があるんですか？臭いです。煙が出てれば何をやっても臭いです。もしかしたら多少ね、紙タバコに比べれば電子タバコの方が匂いは臭くないのかもしれませんが、臭いです。何を吸っても同じです。煙が出てればそれはですね、タバコを吸ってるのと同じなんです。もしそういうこう、いや俺タバコ吸ってないですよ、アイコスですよっていう人がもしいるんであれば、今すぐ考えを直した方がいいです。そのアイコスだからタバコじゃないですよこれはっていう考えは非常に危険、非常に危険なので、だから臭くないとかっていう考えもすごい危険なんで、同じですよ。なのでもしそういう方がいらっしゃいましたら、今すぐ考えを改めてください。そしてですね、お客様の立場から考えると、例えばね、タバコの香りがする、アイコスの香りがするとかっていうところがもしあった場合ね、あった場合、印象としてプラスになるっていうことは 0% です。 0%。 うわーこの人アイコス吸ってるんだ、あーこの人タバコ吸ってるんだ、やばいかっこいい、指名しちゃおうかしら次回みたいな人は 0% です。もちろん、なんていうんですかね、こう、例えばですけど、この店はタバコ吸えます。灰皿も用意してやって、お客様も
喫煙 OK ですよっていう美容室がもしあるとすれば、それはまた違うでしょうね。それはまた違うと思いますよ。お客様でもね、どうしてもこうね、絶対に吸いたいっていうね、方がいらっしゃるでしょう。うちは吸えないですよ。吸えないですし、外でも吸えないです。吸ってもいいんだったらもうちょっと遠くに行って吸ってもらっていいですかって僕は言います。ちょっと見えないと裏の方で、吸ってくださいって言うけど、まあ吸いたいっていう人一人もいないね。僕13年間、シーノやってますけど、吸いたいから外に行きたいって言われたのって多分ないんじゃないかな。一回は、いや、ないと思う。タバコ吸えないんですかって10年ぐらい前に言われたことはあるかもしれないけど、ね、どう考えたって他のお客様の迷惑になるので、タバコ吸えるっていうのは、まあ、おかしな話ですよね。ですので、なんていうのかな、まあ、とりあえずその喫煙が、これね、まず最後まで見てる人いないと思うけど、喫煙が悪いって言ってるわけじゃないですよ。喫煙するならされればいいと思いますよね。ただ節度を持ってもらいたいんですよね。さっき言ったようにこう 臭いのがあったら、プラスに、接客面でプラスになることは 0% なので、節度を持ってほしいです。仕事中吸わないとか、休み時間に吸って、見えないところ、もう絶対見えないところです。まあ、外では吸わない、まあ、室内で喫煙 OK なところがあって、そういうところでランチとかされた場合に吸うとかっていうなら、まあ、100歩譲って OK、まあ、例えば車で来てて、駐車場に行って車の中で吸うとか見えないように、それならまあ100歩譲って OK かなとは思いますけど、外で吸うのは僕はもう認めないです。見えるところで吸うのは認めないですね。で、その臭くなることに関してはもう手をしっかり洗う、消臭剤をもう体にもう吹きまくるみたいな感じで、匂いを出さないようにする、周りのスタッフが臭かったら言う、消臭剤つけるからちょっと後ろ向いてって言ってつけるみたいな、このくらいの状態ですよ。このくらいの状態で、仕事に臨むということであれば、喫煙されても別にいいんじゃないかなと思いますね。まあ、僕はさっき言ったように喫煙者の立場もわかるので、全くダメですよっていうことは言いませんし、まあ仕事中に吸えない仕事って言われれば、まあしょうがないです。仕事中に吸えない仕事なんですよ。もしこれ学生さんとか若い子とかが見てて、いや俺はタバコ吸いてえからおめえのとこでは働けねえなって言うんだったら、もう全然 OK、 働いてもらわなくて結構なのと、それからね、もし僕のアドバイスとして、喫煙者のオーナーさんがいらっしゃって、で、まあ、仕事中にその人がスパスパ吸ってて、で、なんかタバコ臭くても OK みたいな感じのお店だったら OK かもしれないですよね。まあ、今時そういう店ないと思いますけど、もし自分が仕事中に喫煙したい、どうしても喫煙したいんだっていう感じでしたら、そういうお店を選んでいただければ、OK だと思います。未だにね、会社内で吸ってるようなもう非現実的な会社も未だにあるんですって。実はね、この僕が、会計頼んでる会計事務所 の社長さん、ヘビースモーカーで、オフィス内喫煙できるみたいなんですよ。もう最悪だよね。絶対俺だったら働かないけど。僕の感覚としてはね、非喫煙者っていうのはね、居酒屋だって行きたくないんですよ。なんでわざわざ美味しい料理があるところで喫煙しなきゃいけないんだよって、甚だおかしいと思ってる人がほとんどなんで。だからね、まずはその喫煙されてる方、とにかくその電子タバコだろうが普通のタバコだろうがひっくるめて喫煙なので、もしそういう考えがあるんだったら、もう今すぐアイコスだから吸ってねえよ、俺はタバコ吸ってねえっていう考えがあるんでしたら、今すぐ改めてください。はい、結局ね、歩きタバコ禁止って言ってアイコス吸ってて、いや俺はアイコスだから吸ってねえだろって同じです。はい。なので、その辺のね、考えを、もし、そういう考えをアイコスから捨てないって、タバコ捨てないっていう考えの方がいらっしゃいましたら、すぐですね、考えを改めていただいて、世間のですね、感覚と合わせていただきたいなと思います。もうすぐ会社に到着いたします。今日はこの辺で失礼いたします。毎日毎日ですね、シーノはありがたいことに、予約をそこそこいただいて、忙しく過ごさせていただいております。お客様がどういう気持ちでシーノに来てくれるのか、そういう気持ちをですね、しっかり受け止めてですね、今日もしっかりとした技術を提供したいと思っております。
それでは皆さん、さようなら。